はようございます。また雨。まあね、もう降るなら降れって感じで、はい、なわけで明日はチャプター福島やっと開幕いたします。なわけでチャプター福島前日プラなんですけども、プロ戦まだこれ動画、あ、でもこれ上がる頃にはもう動画上がってると思うんですけど、完全にメガサブさんやらかしましたね。なのでね、チャプターとはいえどもちょっと今回完全に修正して挑みたいと思います。でとりあえずお魚探します。釣れたよ。サイズわかんない。元気。お、いいね、サイズね。800、900ぐらいありそうな時よね。元気。あ、ワームついてる。ワーム入った。うい、虫大好き子なの。バック。なるほどね。チャプター福島開幕戦前日プラを行っている森選手にお会いしました。どうですか、お魚いっぱい見えちゃってますか。ノーチェスか。この辺うろうろしてるんで大きなの探してるんだろうなと思ったんですが、多いですね。バンクずっとやってきましたが、まあ、うん、まあって感じ。明日はですね、ふぐ、ちびこたちが触るとふぐ。いや、おい。ポンポン北斗にガイド中です。お昼の時間です。サクッと出し上げたわ、冷やしたまねきうどん。いや、暑いっす。雨降ったり止んだり、暑いっす。で、お魚は、まあとりあえずは釣れます。メガサブさんが探し求めているお魚に、13時頃になるんですけど、出会ってません。明日は、メガサブさん的には、何気にちょっと、2キロ行くのが、まあまあきついじゃない。そんなんじゃ勝てないよね。もう本当に今年入ってまともにディープやってないんで、これ食べたら今日は本当にディープやりに行きます。シャローはシャローで、まあそんな感じなのかな。見えない。2キロ、シャローで俺が見つけてる、見える、俺が食わせられる魚で頑張っても2キロしかいかないので、なのでディープの魚がもしね、うまい、適当に6メーター上のやっぱ朝ランチングした時ね、息子が中学校の時一緒に陸上やってた子、高校の合宿でやってます。うちの息子は今頃釣りでもしてんじゃないですか、地元であっちがバイトか。どういうことこれ。いや、熱くなってきたわ。まあね、出るからには優勝するには、まあ最近はもう茨城が優勝するなら3キロに絡んでこねえとね、きついからね。多分一般の方もトーナメントに興味があったり、あとはトーナメントに興味がなくてもみんな
僕ラムでやってるけどどのぐらいのサイズなのっていうのは分かんないと思う。あのね、電子ばかり最近安く売ってるんで買って魚釣って測ってみると分かりますよ、どういうことか。意外にいいサイズで自分で、あ、いいよってか思って測っても600、700ぐらいしかないのがザラですけど、だから800、900キロの魚を、ね、3本ね、ささっと釣ってくるなんて結構至難の技だと思いますよ。測ってみてください、本当に面白いですね。だね、俺のフロントの魚探のさ、コンデックスの HE5620、 もう何年前の魚探なのこれ、20何年前の魚探そのまま使ってる。 GB200 だってもうもうだって20年近いよ。でガーミンさん買ったけどさ、出てすぐのこの1倍安いやつ、もう高いものなんか買えねえよ。エレキが欲しいんですけど、さすがにエレキの金額無理。ごちそうさまでした。ゴミはゴミ箱へ。ボタン見ながら、ダメだ、完全にね、もう悩んでばっかりだよね。悩んでばっかりかダメなんだよ。いつも通りにやればいいんだけど、今年なんかね、微妙にブレブレ。メガサボさん、ブレブレ。超スレンダーちゃんのね、羽でも普通で。釣れた。いや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 。本物さん、こんなとこに行くか。あ、俺のラージやられてるかもしんねえな。Thank you.